佐藤忠夫像、佐藤忠夫11月から1984年4月1日は、日本の水産学者。柿の浄化法を確立した人物であり、マトヤ柿の生みの親である。1887年11月、東京府東京市本塾に生まれる。旧姓は瀬田中学校に入学し、当時教師をしていた、浮田和民から、自分の一番得意なものを専攻し、 それを社会に役立てよと言われたことから水産学を志すことを決心した。卒業後、東北帝国大学水産大学に入学。プランクトンの研究を行い1908年卒業。1913年には、北海道町議主に就任、北海道水産主験場に勤務する。1919年、同志験場を自主島群的山村に到着する。 佐藤がマトヤに来た目的は、新園真珠の養殖技術の確立であった。そこで、佐藤は、1920年マトヤの森本洋介や、トロクヤの店タッペーラと共に、マトヤ湾真珠養殖株式会社を設立、自らは、常務取締役に就任する。しかし、同じ年に、三木本幸吉に、新園真珠養殖術で特許を取得されてしまい、目的を見失う。 そんな時、新珠養殖イカダに付着し成長するカキを発見する。興味を抱いて調べてみると、通常2から3年かかるカキの生育が、マトヤでは1年で済むことが判明した。これは流入する河川が3本もあり、栄養分が大量に供給されること案の構造上、供給された栄養分が湾外に流出しにくいことが理由に挙げられる。 そして1928年、これまで長官隊でしか養殖できないと考えられてきたカキを海中で養殖するスイカ式養殖法を確立した。この方法は大変な成功を収め、全国にその技術は伝播していった。そして佐藤は近隣の裏村や新名裏でも事業を展開し始めた。また同時に産地直送方式を採用し、 市場を通すよりも新鮮で早く安く提供できるようにした。このおかげで1935年頃に夏季の価格が大暴落した際にも影響を受けなかった。1930年には、マトヤ湾用霊研究所を設立、さらなる研究を重ねることとなった。1945年8月15日、日本は敗戦し、GHQ の施政下に置かれる。 これまで優遇されてきたカキ養殖は、新獣養殖の症例に転換されたため厳しい立場になった。さらに、アメリカ軍は、日本のカキは不衛生だから食べないようにと通知したと、される。これを知った佐藤は生でも安心して食べられる、無菌カキを作ることを決意し、自身の研究所で日夜研究に励む。同年、紫外線で殺菌した海水を利用したカキの浄化法を。 紫外線滅菌浄化法を考案1955年にオゾン紫外線併用殺菌海水装置の特許を取得した。この技術は、マトやカキのブランド力を一層高め、日本をはじめ、世界の食通や料理人にも知られることとなった。後にこの技術は、三重のカキ安心システムとして、三重県の生殖用のカキの出荷の際の標準となり、 裏村柿の浄化にも利用されることになった。そして1953年には、三重大学に招聘され、養殖の講義を受け持った。佐藤が浄化法で特許を取得した1955年、マトヤ湾では、地元漁業関係者を揺るがす事件が発生した。以上の裏炭水国化計画である。これは、島半島の水不足問題を解消するために、現在、 マトヤ湾大橋がかかっている部分を埋め立て、マトヤ湾に隣接する伊像の裏を淡水湖化しようとするものであった。これに対して地元では猛反発が起き、佐藤も自身の研究で蓄積した潮流、水質、生物、水温、プランクトンの状況等のデータをもって計画を立案した農林省に2004名の署名と共に陳情書を提出した。これを受けて、 計画は中止され、遺蔵の裏、マトヤの水産業は守られたのである。1960年に15位に助せられ、君四等随法賞を受賞したのを皮切りに、多数の表彰を受ける。1962年には、磯部町から名誉町民の称号を贈られ、同町初の選出者となった。また、暮らしの手帳で紹介されて、以降、国内外から来客や、 マスメディアの取材が増え、テレビにもたびたび出演した。1978年に日本水産学会に加入。1983年に自身の的屋湾用霊研究所前に地元有志により銅像が建てられるが、翌年1984年4月1日、96歳で生涯を閉じる。川口雄二ふるさと再発見、佐藤忠夫と。 西条八塚的ま湾の夏季が結ぶ縁中日新聞2011年9月17日付長官伊勢島版18ページ当時、すでに三木本幸吉が阿護湾の田徳島で養殖に成功していたが、量産化には至っていなかった。ABC 中部 A 決電伊蔵の裏に注ぐ二級、河川磯部川、水系伊磯部川、野川、池田川のこと。佐藤自身も、 技術普及のため全国を飛び回った。1928年設立と記載する文献も、あるがご期である。特許1 0 6834号特許の申請は1953年。伊勢保健福祉事務所島衛生指導改正、保健福祉事務所、三重のカキ素朴な疑問にお答え伊勢島キラリ戦線、実行グループ会場の下記のいかだ以上は、 上寺河磯部少子153ページ。以上は、上寺河磯部そべ少子241ページ。これを記念して、1989年設立の磯部町立磯部郷土資料館に、佐藤の功績を称えるコーナーが設置された。佐藤の経歴の年表、ゆかりの品、伊豆の裏炭水湖化を阻止した、請願書などが展示されていた。ありがとうございます。